ザ・ワード・アライブとは、アメリカ合衆国、アリゾナ州にて結成されたメタルコアバンドである。エスケープザ・フェイトのボーカリストのクレイグ・マビットが2008年に結成したバンド。クレイグ・マビットを中心に2008年に結成。その後もデモ動を発表し続けるが、その後クレイグに対し、スケジュール的にエスケープザ・フェイトとの兼任は難しいと判断した残りのメンバーは、 彼を強制的に脱退させ、後日新たにテイラー・テル・スミスを迎え入れることで本格的に活動を開始。2009年には大手インディーズレーベルのフィアレスレコードと契約を結びミニアルバムエンパイアでデビューを飾る。2010年2月結成時のオリジナルメンバーであったトニー・アギレラがバンドから脱退。2010年8月31日にはアルバム レシーバーを発表。このアルバムは全米アルバムチャートにて初登場97位を記録。その後、12月に結成時からのメンバーであるニック・アーラカーがバンドから脱退。2011年夏、ダニエル・シャピーロを正式にバンドメンバーへ迎え入れる。2012年2月、ジャスティンとダスティの2人がバンドから脱退した。2012年3月、ルーク・ホーランドが ドラマーとしてメンバーに加入した。2012年7月、セカンドアルバム、ライフサイクルがリリースされた。ドラムは、スリープウォーカーのマットホーンが担当した。2020年2月、コールドレン主催のブレアフェスト2020の2日目に出演。ありがとうございます。